皆さんこんにちは。ドラマー専門整体院ウェーブ院長の原です。今日はスイビル奏法というフットワークのテクニックを紹介します。ペダルの踏み方にはね、2つありまして、ヒールダウン奏法というね、かかとを地面につけた状態で行う奏法と、ヒールアップというかかとを地面から浮かせた状態で行う、大きく分けてフットワークにはこの2つ踏み方があります。スイビル奏法はですね、ヒールアップ奏法に含まれる踏み方なんですけれども、じゃあ普通の踏み方と何が違うのかってことについてご説明します。じゃあまずね、普通の踏み方なんですけれども、股関節、膝関節、で足関節ですね、この3つの関節が基本的には、地面に対してまっすぐ垂直に上下運動を繰り返してるんですけれども、スイビル奏法はそれに対して上下運動をやや残しつつも、回旋の運動っていうねじる運動ですね、股関節を回旋させる運動をブレンドさせたテクニックになります。これが普通の踏み方だとしたら、スイビル奏法はこういう風にね、左右にステップする、これがスイビル奏法です。スイビル奏法を使うメリットについてなんですけれども、普通の踏み方だとこういう感じで関節の位置が変わらない状態でずっと上下運動を繰り返すので、一部の筋肉、関節に継続的にずっと同じ箇所に負荷がかかってくるので、どうしても筋肉が疲労しちゃって長く踏みづらいんですね。それを解決するために、こういうふうに股関節を回旋させることによって負荷がね、いろんな筋肉や関節に分散してくるようになるので、その結果として長く楽に踏めるようになります。なので、一言で言うと、そこそこ速いテンポを長く続けるための奏法だと思ってください。はい、じゃあね、スイビル奏法の基本原理と練習方法について解説していきます。スイビル奏法は、基本はヒールアップ奏法と一緒なんですけど、こういう、ヒールアップの動きに股関節を回旋させることでかかとが触れるんですけど、この動きを混ぜていきます。この動きにこれを混ぜると、こんな感じでね、叩けるんですけれども、スイビル奏法で一番大事にしてほしいのは股関節の意識なんですけど、股関節の付け根である股関節骨頭というところと、横のこの辺りにある大天使という骨があるんですけど、大腿骨、骨頭と大天使を押さえて、かかとがこういう風に回旋している、このイメージをしっかり持つことが大事です。骨頭と大天使を2つこうやって挟んでもらって、足を伸ばしてかかとをつけた状態でグリ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 と、こういう風にね、股関節回してみてください。で、最初はね、ペダルの前の方でやるとビーターの動き小さくなるし、音いちいち止まるんで、できればこのペダルの付け根のあたり、この蝶椎になってる付け根のあたりに足を置いてもらって、ここで貧乏ゆすりするんですけど、でこの貧乏ゆすりでビーターが画面の向こうに行くときに回旋するんじゃなくて、こっちに帰ってくるときに回旋する、これを意識してください。こういう感じですね。こっからこういう感じ、ゆっくりやるとこんな感じです。こうやってるわけじゃないんですね、じゃなくてつま先が少し浮いてビーターが手前に倒れてくるときに、かかとが内外に逃げてる、こんな感じです。なのでかかとが内外どちらかに触れてるときは、ビーターは上がってるんですね。
かかとが真ん中に来た時にビーターが当たってでまた外に逃げた時に浮いてるとゆっくりやるとこういう運動ですね。これを速くする。なので、スイベル走法の練習方法は、まず股関節を中心に太ももがこのように回旋している。で、このエネルギーをビーターに伝えているということを理解した上で、フットプレートの付け根あたりで、まずはこういうふうに貧乏ゆすりしてもらって、その貧乏ゆすりがビーターとうまく調和するように、まずこの動きができるようになってから、そのビーターの動きを損ねないようにタイミングよく左右に振ります。タイミングがずれるとこんな感じでね、一回一回ビーターが止まっちゃうので、そうじゃなくてビーターのこの運動周期を崩さないで、こんな感じでね、うまく左右の振りとビーターが噛み合うまで練習してください。で、慣れてくるとここでできてたところがペダルの中腹とか前方あたりでできるようになってくるので、慣れるまで、練習してみてください。はい、以上が、スイベル走法の基本原理と練習方法の解説でした。ちなみに普通の走法との使い分けなんですけれども、僕の場合は特に意識はしてなくて、スピードとか長さとか自分の体が苦痛を感じた時に勝手に体が反応してやってくれるみたいな感じです。なので一回スイベル走法を覚えちゃうと、もうそんなに意識しなくてもできるようになるので、僕は特にこだわってはいません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。